イギリスが誇るスタンドアップコメディアン、彼はピンポン玉だけでオーディエンスを魅了する、大英帝国のピンポン紳士、ロッド・レーバー。 This is all I need to compete with。 ピンポン玉を使ったその神業とは。これは一体。エントリーナンバー4、ジャグリング、ロッド・レーバー、イギリス。エンディックにシルクハット、イギリスの紳士が姿を現しました。そうです、大英帝国のピンポン紳士、ロッド・レイバー。さあ、まずは小手調べ、この動きご覧ください。そしてピンポン玉の壁打ち、ナイスキャッチ。そしていきなり彼にとってはこれ大技です。高速ドリブルが始まった。私は彼、ロッド・レイバーになぜこれを始めたのですかと聞きました。そうすると、もともとハンドジャグラーを目指していたということです。でも手が小さくて諦めかけたとき、そうだ、私は口が大きかったんだ、そこでなぜかこのピンポン玉を選びました。もうしっかり口の中には2つ入っています。さあ、お手玉ならぬお口玉始まった。2つ入っています。ほっぺが完全に膨らんでいる。3つ目いくか、入れた。なんと直径4センチあるピンポン玉が口の中に3つ入っています。これは呼吸が苦しい。これ絶対良い子は真似しないでください。いきますか、4つ目、なんとか上には乗ってます。しかしこれはさすがに無理だろう。入った。なんとこの前、30分前から頬を伸ばすウォーミングアップを始めていたロッド・レイバーです。再び口に含んで、今度は4つのボールか、壁打ち4つです。さあ、始まった、壁打ちの連射です。これコツは何ですか聞きました。ピンポン玉って部分的に乾くと唇に引っかかるから、適度に全体を湿らせてねとのことでした。今度は背面のスマッシュ、決まった。再びボールが5つ出てきます。5つ、1つは口に含んでいる。ああ、また高速お口玉が始まります。実は世界にもこのピンポン玉を扱うジャグラーはいるそうです。しかしロッド・レイバーに聞くと、いや、私はこれだけで20分ステージができるんだ、これは世界で私一人だと話しています。さあ、ケースの中からウイスキーのボトルでしょうか。そう、ベートーベンの大工です。完璧、演奏しきりました、ロッド・レイバー。ピンポン玉飛ばし続けて20年、大英帝国のピンポン紳士、ロッド・レイバー。ポツでいっぱいですよね、口の中。これなんかトイレでやってたら怒られるよ。ふざけんなって言った。便器に当ててすごい。いや、これはすごい、さすが神業です。さあ、こちらの点数、これも正確に一つの瓶に当てていかないとダメですからね。しかもテンポもありますから。以上にはシルク・ド・ソレイユ、クーザのアーティスト。